戦国乱世、家来が主君、子が親を討つ下国上の世。下国上の末、美濃の国主にまで成り上がった斎藤道三は、その非情な手法からマムシと恐れられていた。美濃の隣国、尾張の若き大名織田信長は、破天荒な振る舞いからうつけと噂されていた。その弟織田信雄を当主にと望む声が多いほどだったが、道三はあえてうつけの信長に娘濃姫を嫁がせた。下克上を生きた道三は信長に秘めた可能性を感じ取っていたのである。道三の子義達は信長に嫉妬、父に反旗を翻す。乱世の非情さを知る道三は義達を責めなかった。決戦の地は長良川。義達の大軍を前に道三は信長に援軍無用と告げ、死を覚悟して出陣した。長良川の戦い。まずは南西砦へ進軍せよ。敵は斎藤道三の子義達じゃ。父親に謀反し家を乗っ取ろうとしとる。開門！
道山を撃て。美濃も尾張も義達様のものだ。大門信長に抗うなど難しい。そろそろ戦に慣れてきた頃じゃろ。一ついいことを教えちゃるわ。仲間には攻撃目標を指示できるさ。戦況に応じて指示を与えるといいで。門は開かれた。さらに進軍せよ。敵本陣周辺の敵は強え。迂闊に近づかん方がええで。戦で重要なのは士気じゃ。その高さが戦力に直結するでな。敵を倒しゃ敵の士気が下がる。敵本陣に攻め込むはそれからじゃ。戦場では常に目を光らせておけ。どんな罠が仕掛けてあるかわからんで。例えばあの橋、絵を隠すにはうってつけの場所じゃ。ガンガン行くな。総大将や重要人物がやられたら戦はしまいじゃ。当たり前の話じゃない。それと自分の体力にも気をつけろ。死んじまったら元も子もないわ。さあ、やるぜ。もちろん仲間への配慮も忘れずにな。全滅したらどうしようもないで。敵が潜んどったわ。ガンガン行く。見つかっちゃったか。しょうがない。安藤さんたち攻撃始めちゃって。敵増援。喧嘩取りだ。人参やられちゃ戦はしまいだ。逃がすんじゃねえぞ。ここは上げて。私には勝てんの。お前は。
だが戦国の運命はすでに動き出した。討ち死に。ガンガン行くね。どうぞ。乱世の申し子が言った。危なかった。これが戦の意味ですね。王さんは信長に美濃を託そうとした。その資質があるかどうか試させてもらう。でしょうね。小人も今日はかぶいてるじゃねえか。織田家にも気の回る人がいるんだね。さて次の策を考えなくっちゃ。遊び気分は許さんぞ。お前の策で兵がどれだけ死ぬか考えたことあるか。喧嘩取りだ。信長の配下にこんな人が、それまで。相手ではなかったか。さらなる活躍期待していますね。ここは上がるぜ。兵は久しきを尊ばずっていうし。じゃあね。槍の的だと俺のことよ。相手ではなかったか。明智十兵衛光秀参ります。聞かせていただきます。このまま走り続ける。ふう、来そうぞ。義達はヒート、勝ち時をあげよ。